長せダム、はじダムは、広島県秋田方市や千代町大和田市もはせ地先、一級、河川、郷ノ川本川上流部、かつては、江の川と呼ばれていたに建設されたダムである。国土交通省中国地方整備局が管理する、国土交通省直轄ダムで、郷ノ川本流に建設された、唯一の特定多目的ダムである。み高50.0メートルの重力式、 コンクリートダムで、豪の川の治水と、広島市や芸与諸島など、広島県中央部への離水を目的としており、分水令を通じて、大高川水系に同水をしている。広島市の重要な水が目の一つ。ダムによって形成された、人造湖は、当時の所在自治体であった八千台町にちなみ、八千代湖と命名され、財団法人ダム水源地環境整備センターが、 選定するダム湖百選に当時の八千台町の推薦で2005年、平成17年に選ばれている。中国太郎と呼ばれ、中国地方最大の河川である豪の川は、古来から灌溉のための農業用水で利用されており、三次市を中心とする三次盆地をはじめ1万2000ヘクタールを潤している。また、断魚系に代表されるような急流河川でかつ。 流域面積3874平方キロメートルであることから、水量も豊富で、水力発電の適地でもあった。こうしたことから1942年、昭和17年には、支流の神の瀬川に、日本発送電株式会社により、靴ヶ原ダム、重力式、コンクリートダム、包み高19.5メートルが完成したのを皮切りに、 戦争による中断を挟み1949年、昭和24年には、高倉ダム、重力式、コンクリートダム、堤高69.4メートルが完成。さらに1953年、昭和28年には、日本初送電分割、民営化により誕生した中国、電力株式会社によって、コウノ本川中流部に浜原ダム、重力式、コンクリートダム、 つみ高19.0メートルが完成するなど、現在までに多くの水力発電所が建設されている。治水事業に関しては、浜原ダム完成の同年に建設省、現国土交通省直轄管理河川に指定され、堤防築定を主体とする河川改修を行っていた。だが、1965年、昭和40年、河ノ川流域は6月7月と連続して、 大水害に見舞われ各所で、堤防決壊等を招き三次市等に莫大な被害を与えた。これを機に建設省中国地方建設局、現、国土交通省中国地方整備局は、豪ノ川水系工事実施基本計画を改定。80年に一度の確率で発生する大洪水、昭和40年洪水を参考に、新たな洪水調節体を立て、その中心として、 下長谷地点にダムを建設する計画を立てた。ダムは1963年、昭和38年に予備調査が開始されたが、その時は下長谷ダムという名称で計画されていた。後に現在の名称へと変更になった。ダムは特定多目的ダム法に基づく建設省直轄事業として建設されることとなり、1966年、昭和41年より、 実施計画調査に入った。だが、ダム建設によって、下長瀬部落など203個が水没することとなるため、下長瀬ダム対策委員会による反対運動が、建材化し保障交渉は、丸4年を費やした。だが、1970年、昭和45年8月21日に保障交渉は、妥結し本格的な工事に入った。本体工事期間中に洪水が発生し、 建設設備が流出する被害もあったが、概ね順調に工事は進展し1974年、昭和49年3月、8年の歳月を、費やして完成した。ダムの目的は三次市までの豪ノ川の洪水調節と、不特定自水、支流部への灌溉、広島市など県中央部への上水道及び、工業用水道の供給。 そして中国電力による認可出力3万8 0 0 0ットに及ぶ水力発電である。多目的ダムの中では用途が広い。地水目的については、豪の川における過去最大の洪水流量である昭和40年6から7月豪雨を基準にダム地点における計画洪水流量、毎秒1600トンを毎秒500トンに低減、毎秒1100 他の治水事業を、堤防回収などと合わせ治水基準点である、小関山地点において、毎秒7600トンの洪水流量を毎秒7000トンに低減させる。また、不特定利水として、毎秒3.0トンの補給を、沿岸の既得農地に供給し、環境水利県分の取水量を維持させる。これにより、豪ノ川本川の洪水調節は図られるが、 中国地方の全河川を氾濫させた1972年昭和47年7月の昭和47年7月豪雨で三次市は壊滅的な被害を受け建設中のジダムも工事設備が流出する被害を受けた。この時は三次市内で1万4000戸が浸水し23名の命が奪われた。 この被害の原因は三次市内で郷野川に合流する最上川と毛来川が原因であり、毛来川の堤防決壊が三次市に壊滅的な被害を与えた。これを機に1973年、昭和48年、長谷田無建設中に郷野川水系工事実施基本計画が改定され、すでに予備調査が行われていた毛来川の右視線。 上下川の藍塚ダムが正式に事業として1974年、昭和49年より着手され、32年を経た2006年、平成18年に完成しジダムと共に、河野川の治水にしている。長谷ダムの場合、他のダムとは異なり大きく離れた場所に発電所を設置している。ダムの水は、中国山地を貫く送水トンネルによって、 広島市や咲き宅壁に建設された壁発電所に送水され、ここで発電される。だが、この壁発電所は単に発電機能を有するだけの施設ではない。戦後、原爆による傘下から奇跡的な復興を遂げた広島市は、急速に人口が増加、上水道の拡充が必須となっていた。また、呉市、竹原市とお瀬戸内沿岸は、 急速に工業地域の整備拡充が進み、それに伴う工業用水の需要もうなぎのぼりとなっていた。こうしたことから、広島県南部における水需要の逼迫は、急を告げており、当時オニーダム、滝山川等が、まだ計画段階にも上っていなかった、田川水系への取水を補強すべく、大田川総合開発事業と連携した形で、端ダムからの分水例を超えた取水をもくろんだ。 これに対し豊富な水量を誇る郷野川の水を大田川に持っていかれることを危惧した下流の島根県は観光水利県を盾に反発したが時代の要請と建設省、広島県との接触、説得によって分水を最終的は認めることとした。こうして河野川と大田川を結ぶ導水事業は長谷ダムの建設事業の一環として組み込まれ、 ダムの完成と同時に稼働することになった。ダムから壁発電所まで導水トンネルで送水し、発電を行い、その後発電所より放流した水は同じく国土、交通省が管理する高瀬関、大田川で水量を逆調整した上で再度、取水口から用水路を通じて、田川下流へと送水される。こうして、長谷ダムは、分水例を越えて、広島市、呉市、竹原市、 えたじ市と島所部へ、上水道と工業用水を供給する広島県の水亀となったのである。ダム湖である八千代湖は、広島県北部における桜の名所として知られている。湖畔には、全長、約20キロメートルにおいて6000本に及ぶ、ソメイヨシノが春になると咲き誇り、湖畔公園であるのど御え公園を中心に昼夜、問わず花見客が訪れ、賑わいを見せる。だが、 寿命が比較的短いソメイヨシノは近年未きの勢いに衰えを見せていることからダムを管理する国土交通省中国地方整備局では長谷ダム水源地域ビジョンを策定して地元である秋高田市と共に桜の保守、管理に乗り出している。具体的には有志による桜管理ボランティアによる桜森プロジェクトなどがある。また、八千代湖は湖面が広く 水面も穏やかなことからカヌー競技の敵地として多くのカヌー競技が行われた。1993年平成5年10月5日から10月9日にはアジアカヌー選手権大会が行われたのを代わりに翌1994年平成6年10月2日から10月16日の間広島市を中心に実施された第12回アジア競技大会広島大会において カヌー競技の会場として使用され、アジア各国の代表が熱戦を繰り広げた。さらに九百九十六年、平成八年九月八日から九月十一日に、実施された第五十一回国民体育大会、広島国体においてもカヌー競技の会場として、使用された。カヌーコースは、長セ大橋の下に設けられ、毎年八月には、八千横交流ボート大会が実施されるほか、 練習の場としても利用されている。このほか、湖畔道路を利用し、毎年11月には、ハセダム湖畔、マラソン大会が実施され、例年300から400人のランナーが見客を競う、キャンプ場や運動場なども整備されているが、これらはいずれも1994年より、建設省によるダム一般開放施策、地域に開かれたダム施策の一環である。ハセダム、 八千代こは、車では、中国自動車道、千代田インターチェンジから、島根県道、広島県道5号、浜田八重壁線に入り、三次四方面に等身し、約15分ほどである。公共交通機関では、広電バスで、広島バスセンターより、上根、吉田線、下端駅に乗車し、終点下端バス停で下車し、所要時間約1時間。 その後徒歩で30分から40分で到着する。付近には、毛利元成の居城として、天子軍を撃破した、県城、吉田軍、山城などがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。